酒田古典音楽研究所は東京都にある音楽団体。和歌謡の古典音楽の研究調査、復元演奏、指導、レクチャーコンサートなどを行っている。日本、中国、ヨーロッパの古典音楽について学術的な研究と合わせて演奏や演奏指導も行っている。演奏は数百年以上も前の古楽器を多数取り揃え、それらを資料に基づき正確に再現した復元楽器と併用して古楽譜に基づいている。古楽に関する文献研究や各種調査などの委嘱も受け付けている。研究所の組織は以下のような班に分かれている。同一の人間で複数の班、会に属しているメンバーも多い。東京ごと社東洋の文人音楽の正統を受け継ぐ、古ごとの演奏、研究のための結社。日中両国の古都学研究と古都人相互の扶助を行っている。この結社を母体として以下の小組織がある。東京ごと社糸竹班中国の伝統音楽の研究、演奏、指導を行う。東京ごと社邦楽班邦楽の古典音楽の研究、演奏、指導を行う。東京ごと社洋楽班ヨーロッパの古典音楽の研究、演奏、指導を行う。湯島聖堂古典音楽班湯島聖堂の文化講座で中国古典楽器の演奏を指導。また、湯島聖堂の大聖殿で毎月1回日曜日の午後に無料の公開コンサートを行う。民心音楽研究会江戸の中期から幕末にかけて日本でも流行した民心楽の研究と復元演奏を行う。ありがとうございます。